型紙通りに切り取ります。後ろ身頃と前身頃を縫い合わせます。肩のラインに合わせて表を内側に向けます。着物の形に合わせて1センチの縫い代で縫います。縫い代を開いてアイロンを当てておきます。袖をつけます。半分に折ってアイロンを当てます。2枚とも同じようにします。さっき縫った切り替えとアイロン線を合わせて中表に合わせます。待ち針で留めます。真ん中から 3.5 センチに線をつけます。 M サイズは5センチです。この印をつけた間を 1.5 センチの縫い代で縫います。もう一枚も同じように縫いました。縫い代は開いてアイロンを当てておきます。袖は下までアイロンを当てます。両方ともアイロンで開きました。袖を中表に合わせてクリップで留めます。今アイロンをかけたところも開いて留めます。腕を通すところを開けて袖を下まで縫います。上から 4.5 センチ印をつけます。 M サイズは7センチです。この印から下の端までを1センチの縫い代で縫います。カーブのところだけ5ミリぐらいカットしておきます。袖を表に返してアイロンを当てます。返した手はこのようになっているので縫い代を折って内側に入れて整えます。手首のところも内側に入れて角は指を入れてきれいに出します。定規などでこのように下に押すようにするときれいな形になります。アイロンで整えます。次は脇を縫います。さっきアイロンを当てた袖は少し内側に置いておいて中表に合わせて待ち針で留めます。下から 14 センチに印をつけて 1.5 センチの縫い代で縫います。 M サイズは17センチです。縫い代を開いてアイロンを当てておきます。
直線の前端と裾を1センチ折ってアイロンをかけます。端から5ミリぐらいを縫います。今回は表から縫います。縫いやすい方で大丈夫です。次に襟をつけます。後ろ身ごろのカーブのところに切り目を入れておきます。だいたい7ミリくらい。襟布の長い方を一辺だけ1センチ折ってアイロンをかけます。前身ごろの表側に合わせます。折った方を下にして3センチぐらい出るようにして待ち針で留めます。襟周りを1センチの縫い代で縫います。縫い始めはこの前端のところ、手でちょっと確認して、ここから1センチの縫い代で縫います。この後ろの切り目を入れたとこは少し難しいですが、伸ばすようにしながら縫っていきます。襟は余りを2センチぐらい残して切り取ります。側からまずアイロンを当てます。今縫ったところを開くようにして、縫い代は襟側に倒します。ちょっとアイロンの先で当てるような感じです。こちらの最初の縫い始めのところも2センチぐらい残してカットします。まず端を内側に折り込んで、この縫い代でくるむようにして折ります。さっきの縫い目の上に重なるように折ってアイロンをかけます。アイロンをかけたらクリップで留めておきます。反対側の端も同じように開いて、端を折って、くるむようにして内側に入れます。ここは手で縫い閉じてもいいですし、表からミシンで縫っても良いです。今回はミシンで縫います。
襟の端を折って揚げにします。揚げというのはこのように着物のウエストあたりを折ることです。襟の端から下までの長さを測ります。この長さと同じ長さを印をつけて、縫い方にもよって変わりますが、私は 10.5 センチでした。端と今つけた線で内側に折ってアイロンをかけます。この折ったところから2センチのところを縫います。着物の時は 1.5 センチにします。次に肩揚げを作ります。この襟の縫い端から 1.2 センチのところに印をつけます。M サイズの時は2センチです。今つけた肩の印から前後に4センチのところに印をつけます。 M サイズは5センチです。上から下まで4センチ、横にも線を引いておきます。裏も肩の線から4センチ、これも横に線をつけておいて、この線を山にして折ります。全部一度に留めてしまうと縫いにくいので、まず前の方からこのように折って1センチの縫い代で縫います。この肩のところだけは手縫いの方が絶対に簡単なので手縫いで縫います。肩から4センチのところから針を出して、ちょっと返し縫いをしてから縫い始めます。あとは並縫いで縫います。山から1センチぐらいのとこです。表に出る目はちょっと少なめにして、裏はちょっと多めにすくいます。このように肩が縫えています。もう一つも同じように縫います。一度きれいにアイロンを当てます。揚げのところはちょっと袖を引き出すようにして、上からアイロンを当てておきます。手首やこの脇の空きなど縫うときは手縫いで縫い閉じておきます。着物を着せた姿を楽しむだけならアイロンだけで良いと思います。お子様などが遊ぶときに使う場合はこの空きを手縫いで縫い閉じた方が着せやすくなります。マジックテープをつけたいときは先に一つをこの内側につけて縫ってから、もう片方を合う場所につけます。浴衣の本体はこれで出来上がりです。着物にするときは襟をつけます。薄めの白い生地で 5×20cm S サイズは切り取ります。M サイズは 5.3×24cm です。4辺を 1cm 内側に折ります。まず両端を 1cm 折ります。次に上下を 1cm 折ります。
半分に折って紐状にします。この折った状態で周りを縫います。こちらの輪になっている端は置いておきます。半分に折って印をつけます。襟に縫い付けます。この輪の方が襟の上になるように合わせます。この下を縫い留めます。待ち針で留めて印から印までを縫います。真ん中だけ留めて縫えば大丈夫です。襟が少し見えるくらいにしてまつり縫いで縫っていきます。1×2 センチのマジックテープを端からつけておきます。